今電話鳴ってた。私に電話とか誰？部長先輩か。割とどうでもいい。今時間は、もう昼の3時過ぎてますがな。メール。ぐねね、スパムだらけ。つうか、密林から荷物届いてね。どういうことなの？バカなの？今日到着するって話だったのにクソが。なんという安定の種ヶ島クオリティ。これだから離島は。はあ、お腹すいた。そういえば、最後にご飯食べたの、いつだっけ？二日前のポッキー以来、何にも食べてないような。なんか残ってたかな。パンがある。こんなのいつ買ったっけ？賞味期限2週間過ぎてるんですけど。つうか、カビ生えてるんですけど。デュフ、これはひどい。仕方ない。コンビニ行くか。はあ、外出たくないよ。ほぼ全裸で外出ていくところだったし。危ねえ。危なすぐる。デュフ。ロボティクスノーツオーディオドラマ、コウジロフラウのとある一日。この日差し、なんという殺人光線っぷり。これは干物になるレベル。それといつも思うけど、コンビニ遠すぎわろと。一番近いコンビニまで徒歩10分とか、アホかと。東京にいた頃は徒歩3分だったのに。誰だよ、ゆとりおつとか言ったの？そうですか、誰も言ってませんか。デュフフ、させん。暑い。出かける前に水の一杯くらい飲んでくればよかったを。死ぬ。いっそ殺せ。あの、幸次郎さん？やっぱり幸次郎さんだ。どうしたの？顔色、すごく悪いけど。誰？誰って、私はその、幸次郎さんと同じロボ部の、大徳純奈だよ。忘れちゃった？ああ、空手先輩、おつ。空手は、もう、やめたんだけど。空手先輩！そんな、くっつかないで！水、プリーズ、ミネラルウォーターでOK。お水？お水なら、持ってるよ。でも、口、もうつけちゃってるけど。また、私は一向に構わん。むしろ、我々の業界では、ご褒美です。あの、そんなに慌てて飲むと、ほら、こぼれちゃってる。それと、ちょっとだけ、離れてもらえると、助かるなぁ、なんて。聞いてる？生き返ったお。幸次郎さん、服濡れちゃってるよ。ハンカチ貸してあげるから、拭いた方が。ハンカチよりロザリオをください。ロザ？そしたら、空手先輩のこと、お姉様と呼んでもいい？なんだか、よくわからないけど、本当に、ちょっとだけ、離れて。だが断る！それより、ちょっとコンビニまで、おぶっていてほしいわけだが。足、怪我でもしたの？
もう歩きたくないので、キリ。二人とも何やってるんです？あ、日高くん。誰？クラスメートの日高すばるだ。部活も同じだし、何度か会っているだろう。なんだ、メガネか。僕はメガネなんていう名前じゃない。それより、二人でそんなにくっついて何をしているんですか？イチャついているのが、見てわからんのか！ふん、そうか。仲間に入れてほしいと思った。だがそれは無理。別に興味はない。ただあまり大徳先輩を困らせるなよ。私はそんなに困っては。どう見ても泣きそうな顔をしていますが。つまりメガネは私から空手先輩を寝取るつもりだと申すか。何を。僕はたまたま通りかかっただけで、そんなつもりは全く全然。なんというベタなツンデレっぷり。空手先輩もそう思わん。ツンデレって何かな。ツンツンしてるけど、二人きりになるとデレデレになる人のことだを。少なくともフルゴールに対してはデレデレになることはないから安心しろ。当然ですし、お寿司、そんなヘドが出るわ。そこまで全力で否定しなくても。問題ありません。僕の方としてもフルゴーリと仲良くするつもりはありませんし。イグザクトリー、その通りでございます。メガネは私なんかより、ヤシオ先輩とガチで仲良くなってもらわんと困る。ヤシオ先輩と？どういうことだ？生物カップの妄想は個人的に一番燃えるジャンルっつうか、すでに私の脳内でメガネとヤシオ先輩はただれた関係になっていますが、何か。ただれたって一体何を。男子同士でくんずほぐれつのことに決まってんだろ、上皇。うわあ、こいつ変態だ、近寄るな。孝次郎さん、妄想を本人に向かって言うのはやめた方がいいと思うな。だが断る。今のメガネの慌てっぷり、すごくハスハスしましたし、お寿司。また妄想のネタが増えたな。誰かに薄い本作ってもらいたいレベル。東京の言葉は難しいね。私、半分も理解できないよ。つうわけで、空手先輩、おんぶはよ。本気で？でないと、4日間風呂に入ってないこの私の頭の匂いを、強制的に嗅がせてやります、どう？まさかコンビニで私が買い物中に逃げ出すとは。おかげで帰り道一人で歩かなきゃいけない羽目になっただろう。今度会ったらセーラー服の裾の下から手を突っ込んでお腹をサワサワしてやろう。つうかこの安納芋パンって甘すぎでしょ、上皇。こんな暑い中で食べたら気持ち悪くなってきた。またメール。また嫌がらせメールだし、私の正体が17歳の女って分かった途端におっさんどもが嫉妬で嫌がらせしてくるわけだが、私だったら自分のしてることが恥ずかしすぎて枕に顔をうずめて両足バタバタさせるレベル。はあ、なんか乙女ロードにすごく行きたい気分だ。薄い本を買い漁るんですね。わかります。ゲジネータン来た。これ、こんにちは、孝次郎さん。先日東京在住の方に聞いてみたところ、貴重な情報を入手しました。米和樹先生が3年前に書いた伝説の頑張れる本が多忙区に出品中だそうです。ガタ、飯食ってる場合じゃねえ。なお多忙区では現在5万円以上の高値がついている模様です。リンクを孝次郎さんのツイポにお送りします。トンクス、どれどれ。オウフ、ガチじゃないですか。だがしかし5万くらい、私にとってははした金ですし、全力で行く。とりあえず入札と。し
しかし、ガンバレル本実在していたなんて。ちなみに、ガンバレルのカプなら、エルリーが攻めでバロルが受け、異論は認めない。あえて、異論を述べさせていただきます。コウジロさんが、そのようなベタなカプを推していることは、大変残念です。結局のところ、世論の大きな流れには、抗えなかったということでしょうか。その二人ならば、バロル・エルリーの組み合わせこそ、至高であると分析します。ププ、バロル・エルリーとか、そんなマイナーカプは恥ずかしすぎてとてもみんなに公表できないレベル。そうでしょうか。参考資料として、2016年、夏コミマにて、サークル、ムーン・キメラが出した、バロル・エルリー本のサンプル画像をお送りします。そんなん見せられても今更宗派を変える気はないわけだが、ほうでもこれはなかなかごくり。いかがでしょうか。これ今いくらで買える。おそらく多忙区でも500円程度かと。買った。クソが、なんで今まで気づかなかった。まさかバロルエルリーがこんなにもいいなんて。悔しい。でも感じちゃう。ビクンビクン。分かっていただけて、ゲジネーとしてもとても嬉しいです。それにしても熱い。ああ、フラウボー。うん、そこで止まって。ハキちゃん、走っちゃダメだって。フラウボー、もしかして部活に来てくれたの。いやー、こんな珍しいこともあるんだね。でもさっき電話した時に出てほしかったな。誰って瀬ノ宮明穂、ロボ部の部長だよ。いい加減覚えてよ。へえ、コナちゃんが外に出てくるなんて珍しいね。引きこもりはやめたわけ？ヤシオ先輩、そのコナちゃんって呼ぶのいい加減やめるべき。でもフルゴーリコナが君の本名でしょ。ぐぬぬ。ねえ、それよりフラウボを前から頼んでるプログラムの件なんだけど、どうしてもダメ？もう一度考え直してくれないかな。うん。どうしたの？ぼーっとして。部長とヤシオ先輩はいつも一緒にいる件について。おー、そりゃクラスも同じだし、部活も同じだし、家も近いからね。一緒にいることも多くなるよ。正確には俺はアキちゃんの保護者だからね。一緒にいるしかないのさ。保護者って、うちだってカイのこと解放してあげたりしてるでしょ。なんという夫婦オーラ。リア充にも程がある。絶対に許さない。絶対にだ。なんで怒ってるの？このままだとヤシオ先輩がメガネとくっつかないじゃないですか。やだー。何言ってるわけ？つうわけで、ヤシオ先輩は今すぐ部長と別れてメガネとくっつくべき。早くしろ。どうなっても知らんぞ。カイ、うちフラウボーが何言ってるかちっとも理解できないんだけど。そもそもコナちゃん勘違いしてるよ。俺たち別に付き合ってないし。なんだと。だったらそれを証明してもらうを。え？今すぐヤシオ先輩の手の指と指の間をペロペロさせてくだしよ。なんでいきなりそんなこと言い出してるの？キモいよコナちゃん。ヤシオ先輩が部長と付き合ってないって言うなら、私が先輩の指と指の間をペロペロしても何も問題ないと思われ。ありまくりだって。ということは貴様、やはりリア充ですな。ちょっとコナちゃん、迫ってこないで。顔怖いって。認めたくないものだな、自分自身の若さゆえの過ちというものを。アキちゃん、現実逃避してないで止めてくれよ。疲れた。ああ、なんかすごく眠くなってきたわ。珍しく外に出たり人と話したせい。ああ、もう無理。おやすみ。メール。さっき入札したガンバレル本更新されたとかふざけんな。誰だよ、一気に10万まで釣り上げたやつ。死ね、クソが。こうなったら何が何でも落としてやるぞ。ゴリは目に物を見せてやるっつーの。ほたんだめんな。完全に目が冴えた。フラウタン覚醒モード。
狙った獲物は逃がさないですし、お筋。